はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。デモ延期のお知らせ。明日6月11日に予定していた NHK ネット聴取反対デモですが、台風の影響で一日中やや強い雨、全然止まない一日中、降るので、残念ながら6月18日日曜日に延期します。明日来ないでください。春の小川コミュニティパーク、集合場所、集合時間に変更はありません。手続き完了後ですね、正式に告知し直しますんで、皆様ご参加の方よろしくお願いいたします。残念ですが、台風には勝てません。6月18日に延期になりました。よろしくお願いいたします。6月のメール党員限定懇親会、ご応募ください。靴沢良治政策報告会を行います。日時7月1日17時受付開始、19時30分まで。場所、豊島区東池袋 1-42-14 ふれあい会議室池袋ナンバー46。地図見たんですけど、東口のマクドナルド、わかります？ニコニコ動画の本社の近く、で、マクドナルドの裏手あたり、っていうんですか、線路にすごい近い、費用、箱代、資料代として500円。徴収させてください。500円ください。よろしくお願いいたします。いずれも詳細は動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご覧になってください。よろしくお願いいたします。入管法可決成立、委員会採決でダイブ氏3名に怪我をさせた山本太郎に懲罰動議が提出されました。世耕参院幹事長、暴力は決して許されない。国会でなくてもそうだわって、その辺の路上でも許されねえわって話なんですけど、立憲もしれっとですね、動議提出に賛同、令和と同様に暴力容認、むしろ推奨の共産は懲罰に賛同せず、懲罰動議提出に乗らなかった、名前連れられなかった。元はですね、令和って中核派じゃないですか。共産党から分かれた連中なんですよね、中核派って。共産党はですね、なんつうのかな、山村革命、山の方から支配下、実効支配の場所を増やしてって、いずれ都市をも陥落させましょう、っていうですね、方針をダメだこりゃっつって、捨てたんですよ。その時に、不満に思って飛び出た連中が中核派、我々は山の方から攻めたいんだって言って、もっと悪いことしたいんだ、暴力振るいたいんだみたいなことを言ってですね、出てったのが中核派であります。一般判断、手が当たったお詫びするって言い回し、卑怯で大っ嫌い、いや刑事告発しろよ、被害者は被害届出すべき、閉会後に傷害犯として逮捕すべき、登院しなかったやつ以上の処罰が必要、これガーシーのこと言ってんだろうな。登院しなかったやつ、ガーシー以上の処罰、まあ暴力振るって怪我させてのはね、これなんで捕まんねえのか不思議なんですよね。国会会期中は不逮捕特権あるって言ったって、懲罰動議に対して山本太郎、故意でない、懲罰は不当だ、などとほざいているようであります。一般反応、暴力正当化してて草、暴力行使を容認、危険な人間だ、目立つためには手段を選ばず、目立ってなんでものパフォーマンス芸人、話し合いを放棄して暴力を行使、吉外信者大絶賛、やめられませんな。同じことやられて怪我させられても許すのか、反省の色なしだから厳しい処分が必要、議論が仕事の議員が体張るなよ。故意でない、懲罰は不当だ、盗っ人たけだけしいなこいつな。そこはですね、怪我させて申し訳ありませんでした、深く反省しております、いかなる懲罰も甘んじて受けますだろう、普通だったら。何が懲罰は不当だ。じゃあね、わざとじゃないなら、山本太郎を怪我させても許してくれんのかって話だよね。パヨはまあ、いついかなる時もでもですね、誤ったら死ぬって病に侵されておりますんで、まあ予想通りっちゃ予想通りなんですけど、やむえず体を張った。議論が仕事の議員が体張っちゃダメだろ。暴力売るっちゃダメだろ、議員でなくてもダメだろ、外国人のためでなくて有権者、日本人のために晴れっつうの、議員なんだから、有権者、日本人の票を得てお前は議員になってんだから、やむえず体張るときは日本人のために張れっつうのね。このように暴力を正当化し、全く反省がないんで、またやりそう、さすが中核派。
重い重い懲罰を希望します。除名とかね。でないと他の議員ね、いつ暴力振るわれるか、ビグビグもんでしょう。わざとじゃないなら無罪、みたいなことをほざいてるやつがさ、故意でないなら怪我させていい、頭がおかしい山本太郎には接近しないように、話もしない方がいいですって言ったら、危険ですから。入管法に文句を垂れる蓮舫、日本に救いを求めた難民の方が強制的に身の危険のある出身国に送還される法律だから反対、一般判断です、自称難民のインチキ多すぎんだよ。難民じゃないから送還されるんでは。相変わらず日本人の不安や負担は全無視、真の難民はちゃんと審査して受け入れてる。あなたの家で引き取ればいいのでは。改正で困るのは難民のふりした犯罪者、母国と本人の責任だろうが、こいつらの手口ずっと変わらんな。蓮舫がこの法案読んでいないことが分かったって書き込みもありましたけれども、法案に目を通しもせず的外れのバカみたいなことをドヤ顔で投稿するバカと、蓮舫は二重国籍っつう弱点があるんだから、この法案に首突っ込まない方がいいんで、外国人が関係する法律に首突っ込まない方がいいんじゃねえのかな、言ってもバカだから分かんないとは思いますけれども、そんな会社だったらお前んちで面倒見ろって話、終わる話ですよね。自称難民のインチキ多すぎ。ではどれぐらいインチキが多いかっていうとですね、真の難民は1000人に数人、ベテラン難民審査参与員さん、10年やってるって、難民の審査に参加して、手伝ってる感じなんですかね、の記事、告白記事が出ておりました。一般判断です、告白読めば難民認定の必要はないとわかるはず。難民制度を悪用している連中に厳しくしようってだけの話。テロリストを難民認定したらテロ支援国家認定されてしまう。難民に優しい国は地球に存在しない。ウクライナ避難民みたいな真の難民には優しいぞ。犯罪者に厳しいだけです。飛行機で来日する難民とかビップすぎんだろ、木の実木のまま歩ってきたなんて言ったらちょっと難民っぽいけどね、どうせ飛行機とか船でどっちかで来んでしょ、日本にいる難民ってさ、ビップすぎだよな。なるほど、真の難民は1000人に数人ってことは 1% もいないのね。 99% 以上が嘘つきで、難民申請制度そのものに欠陥があるのでは、そういう意味に、難民になっちゃうのはですね、本人と母国のせいだしね、地元のマフィアと揉めたとか、借金が返せなくて逃げてきたとか、そんなのばっかり、日本がなんでそいつらの面倒を見てやる必要があるんだろう、もっと難民認定が緩い国あんだろうが、そっち行ったらいいんじゃないの、日本じゃなくて。非法 LGBT 法が今国会で通っちゃいそうです、自称女性のおっさんが女子ブレや女子トイレを利用する危険性はと国会で聞かれ、新藤義孝議員、そういう権利は与えてないし許されない。稲田朋美、厚労省がないって言ってる、本当はバカみたいですね、稲田朋美さん、昔からこんなバカだったのかな。6月8日、津署、津市って、市ありますね、伊勢だっけ、女子風呂で入浴していたおっさん54歳を逮捕。私は女だ、無実を主張一般判断出た、早速やらかしてて笑った。ごく一部の変態に配慮するとこういうことが起きる。 LGBT 法のせいで変態が調子に乗ってる、性自認判定はどんな学者さんだろうと不可能。脳波とか調べても全然わかんないって。性自認なんてわかるわけないんだから言ったもん勝ちと、私は女だ、無実を主張。性転換手術してから来いよ、できたら戸籍も変更して今それできんだからさ。 LGBT 法成立でこういう事件多発する予感がします。でも不思議なんですよね、とってもね。私の知り合いの知り合いのホモさんは目の保養っつってスーパー銭湯に通いまくってました。男の裸が見たいホモさん、中身が女性で女性の裸見たいもんなの。私は男湯にしか入れませんけど、男の裸なんか見たくねえよ見たくねえよ、何なのっていう話、むしろ男風呂で目の保養した方がいいんじゃないの。中身が中身が女性でおっさん、竿付きはホモとトランスってその辺全然違うんですかね。
教えてください、詳しい人ね。こうした事件が多発すると女子風呂が衰退する、行く人がいなくなる、公衆浴場が衰退する、温泉街消滅って恐れが十分あるんですけどね。自民党バカ揃いですね。こんな単純な危険性も予測できないんだから大バカですね。なんか美味しい利権でもぶら下がってんすかね。 LGBT 理解増進事業かなんか言って、日本中の学校に講師を派遣する中中事業であるとかね、あと本を出版する中中事業であるとかね、温泉街消滅を避けるためですね、類似犯には厳罰を処した方が、課した方がええと思うんだ。ベトナムで作物泥棒、家畜泥棒が少ないのは、現場の人間がさばいていいことになってるから。その結果ですね、仮に死亡しても、リンチしてボコった結果、死亡してもそれを容認する社会があるから、少ない。誰もやんない。何人か行けば、見せしめになって、トライするバカいなくなるんではないですかね。デモの延期の調整の電話でありました。立憲、内閣不信任案一緒に出そうよ。立憲、維新、やだよバーガー。年中行事がよ、盆踊りがっつうの。民民、健康一滴の不信任案をアリバイにすんな。立憲、泉、戦うことを忘れた御用野党どもめと倹約。盆踊りがや。年中行事が、高齢が、健康一滴の不信任案をおもちゃにすんなと。なんだ、誰に対するアリバイなの。まあ、支持者でしょうね。立憲の支持者どもはですね、役にも立たねえ、どうせ否決される不信任案出すとですね、キャッキャと喜ぶ幼児対抗したパッパラパー揃いですんで、まあ、立憲も、やらなくてもいいのになって思ってもやらざるを得ないところはですね、ダイブした山本太郎と事情が一緒。山本太郎もダイブすれば支持者がなんせアッパラパーの幼児対抗した幼稚のやつだからキャッキャと喜ぶからこの人についてきてよかったなんつってね、アッパラパーどもねんで、まあ、本人は分かってるかもしれないですけど、こんなことやって何の役立つんだよで分かってるかもしれないですけど、やらざるを得ないっていう難しい立場ですね。一般話です。盆踊り。年中行事だったのかよ。正論すぎて笑う。アリバイ作りまで言われちゃってるよ。どこにも賛同してもらえない野党第一党。立憲なんか同調したら支持率減らすだけだし、戦いにすらなってないぞ。特定野党は闘争とか戦うってワード好きだよね。不信任案出して解散されたらそれはそれでギャー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 言うくせにね、大義のない解散とかね、お盆の忙しい時に、国民の迷惑も考えろとかね、テレビも一緒になって騒ぐしよね、お前らが不信任案をおもちゃにしてからだろっていう意見は一切放送されませんけどね、選挙に負けたら負けたでですね、多数の意見が正しいとは限らないとか不正選挙とか言い出すんだよね、テンプレ、散々前科があっていつもやること同じなんで、パヨシグサは予想が容易でありますね、特殊野党以外はどっからも相手にされなくて、どうしてこんなに落ちぶれてしまったんでしょうか。立憲はまあ自業自得なんですけど、ほんの10年前にですね、小沢一郎が民主党議員300人も連れて中国参り、中国詣でしてたのにね、こんなに落ちぶれちゃいましたね。今衆院に立憲議員って97人だがまだ多いよね。次の選挙で散々落として壊滅させないといけないな。蛇は頭取って灰にしねするまで油断できねえって言いますからね。まあ令和とかが台頭するのも嫌なんですけれども、あんな暴力的なとこ、というわけで NHK ネット聴取反対デモ、延期になりました。6月18日にお会いしましょう。皆様よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。